4月23日、松山市三崎町3丁目の若草幼稚園で第3回松山ブックマルシェが行われました。これは松山の古本文化を盛り上げようと古書店の店主らが中心となって開催しているイベントです。この日は京都、高知など県外の書店も出展し、およそ1万5000冊の本が集まりました。また園庭では飲食店や雑貨店などおよそ20店舗が出店し、多くの来場者でにぎわいました。コンセプトがありまして、古本と物語の市場ということで、そういう何か古本とか物語にちなんだものをかけるところの、そういう飲食さん、カレー屋さんとかコーヒー屋さんとか、そういうことで何かそのコーヒーを飲むと小説のちょっと一節を思い出すとか、そういったものの、コンセプトにもし出していただけないかということで声掛けしたところですね、ぜひということでお話しいただいたのが今回の店舗さん。古本屋さんの方は、愛媛もそうなんですけれども、それ以外にも福岡ですとか、あと京都、岡山、あと高知で、あと高松の方からも来られてました。飲食物販の方は新刊書店さんもありますし、ちょっとマニアックな形でセレクトショップさんみたいなのもあれば、あとカレー屋さんとかコーヒー屋さんとか、そういったところがちょっとこう物語にちなんだようなものでお出しいただいている感じです。松山ブックマルシェは古書の即売会をメインにはしておりますけれども、やっぱり古本とか物語というのは懐かしさとか、いろいろその絵本なんかですと、こう昔のね、読んだ記憶なんかが蘇るようなところもありますので、間口を広くやっておりますので、ぜひまた機会がありましたらお越しいただけたらと思います。朝10時に来たんですけど、並んでて人がいっぱいでした。たくさんあったんで選びきれませんでした。サンドイッチ、これも買いました。会場はお気に入りの本を選ぶ人、飲食を楽しむ人であふれていました。